エンリケ・ダニエル・ベイラ・トーレスは、パラグアイアスンシオン出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。パラグアイのいくつかのクラブを渡り歩いた後、2004年にエクアドルへ渡る。2 0 0 9年から在籍したルドジュー・キトでは、2007年に地元市選出の最優秀外国人選手に選出され、2008年にはコパリベルタドーレス優勝に貢献した。 翌シーズンにはクラブを離れて、メキシコのクラブアメリカへ移籍するが、2009年に、レンタル移籍で復帰し、コパスダメリカーナ優勝に貢献した。2010年、CF アトラスへ移籍するが、2011年からはサンド、ルドジュー・キトへ移籍した。キトのクラブで現役を得ることを望み、2017年に、アメリカでキトでプレーした後に現役を引退した。パラグアイ。 エクアドル両国の国籍を持つが、パラグアイ代表監督ヘラルド・マルティーノの熱心な誘いもあって、パラグアイ代表を選択した。コパ・アメリカ2007で代表デビューを飾り、2008年11月、オマーンとの親善試合で、初得点を記録した。2010フィーファワールドカップのメンバーにも名を連ね、1次リーグの対スロバキア戦で1得点し、マン・オブ・ザ・マッチに輝いた。 ありがとうございます。